先週土曜日、愛知県江南市のライブハウスのステージに立った小島ひろみさん。ライブでは自ら作詞作曲したオリジナル曲を披露しています。力強い声で熱唱、会場を盛り上げ、お客さんに笑顔を振りまきます。でもライブが終わった途端、急ぎ足で楽屋に入っていきました。お疲れ様です。痛みっていうか、パワーがもうないです。実はステージ4の末期がん、2年前に医師から告知されました。その後治療を続け、今もがんと戦っているがんサバイバーなんです。普段はお母さんと飲食店を営んでいるひろみさん。若い頃は東京でミュージカル劇団を立ち上げたこともあるほど音楽好き。名古屋に帰ってきてからも歌うことは続けてきました。むちゃくちゃ元気で、自分が病気なんか入院することなんかありえないと思ってました。しかし2017年に乳がんを患い、4年後には肺への転移が見つかりました。もう真っ暗で、もう何にも考えれなかったですね。もうなんか抗がん剤治療をはじめ、痛みや吐き気と戦っている時の書き込みには、いつまで日常生活を続けられるのだろう。痛み止めを毎日飲んでも痛みはどんどんひどくなる。あまりの苦しさから弱音を吐く日もありましたが、入院中のひろみさんの写真は笑顔のものばかり。それは辛い日々の中である思いが湧き上がってきたからだといいます。伝えたいっていう気持ちだと思いますね。自分が歌うことで何かを感じてほしいっていう、なんか笑顔になってほしいとか、苦しいことから抜け出してほしいとか、そういうヒントになったらいいなとか。がんサバイバーだからこそ伝えられるメッセージがある。ひろみさんは現在月に何回もライブを行うなど精力的に活動しています。ファンはひろみさんががんサバイバーであることを知っています。すごいパワフルでした。元気をもらってる感じですね、はい。自分ではできないかもしれないと思うと、やっぱり尊敬に値しますね。ライブの後にはいつもひどい吐き気や頭痛が襲ってくるといいます。それでも歌い続けるのは、まあ、歌ってる時って私って病気なんだって思うことってないので、なんかステージに立てるのが幸せ、なんか歌えるのが幸せ、歌える限りずっと歌っていきたいです。